意外だ。いないと思ったわ。ひろさん。はい。よろしくお願いします。本日も。あ、よろしくお願いします。5月6日の土曜日からですね。はい。新しいフェスが、やるんですけども。びっくりしてんの？はい。ハワイがびっくりしてないんだけど。あんまびっくりしてないだろ。てか知ってるだろ。知ってるけど、こういう時はびっくりした方がいいのかなって思ったからやったんですよ。ああ、知ってるならじゃあ今回のお題をじゃあ言ってもらっていいかな？愛と勇気と知恵、はい、おー正解。でも本当？うん、お題っていうから、はい、何時何を求めるって一応お題なの。はい、うん、その後の答えを君は今言ってた。あまあでも正解なのでね、ひでさん。あれどうしたの？もう一回撮り直しかなと思って。ああ撮り直ししたかったらこれで。はい。いや無理だよ、もう。よいしょ。でも見つかるところからやろうと思ったんですけど。いやもう見つかってるんだよ、あなたは。あとうなちゃん、僕うなちゃん、僕ね、うん、ボケたんですけど、うん、うなちゃんが珍しく突っ込んでこないから、うん、言うんですけど、うん、愛と勇気と知恵じゃないですよ。ごめん。うにゃもう遅いですって。いや、取り直すか。取り直そう。いや、取り直すんでしたら僕がそっちですから。あ、そっか。あっち行ってください、早く。はいはい。じゃあ撮り直しね、テイク2ひろさん。ひろさん、見つけた？もう見つかっちゃった。こんにちは、ひろさん。こんにちは、うなちゃん。5月6日と、フェスのね、新しいのが来るんだけどさ。再現度高。お題わかるか？覚えてるか？わかりますよ。何言ってみ？愛と、うん、勇気と、うん、知恵です。アンパンマンじゃねえか。そうです、それが美味しかったです。ひろさん、はい、はい、顔もアンパンマンじゃねえか。は？ひろさん、はい、フェスのさ、入れるチーム決めた？決めてないです。お、俺もね、まだ決めてないんだよね。はい、悩んでるんだよ。はい。そう。で、今回のフェスの、その、お題、まあ、何を求めるかで、うん、まあ、愛と、知恵と、力だったんだよね。はい。ひろさんから見てさ、うなちゃんはさ、うん、何を求めてそう？もう一回言ってください。力と、知恵と、愛だったら、俺は、何が似合うかな？うなちゃん、それ間違ってないですか？え？どういうこと？力と知恵と愛？力と知恵と愛だよ。え？勇気じゃないの？あ、勇気だわ。ごめん。間違えちゃった。うなちゃん、愛求めちゃってるじゃないですか。答えは。うなちゃん、愛ですよ。答えはそこにあったのか、俺。はい、そこですよ。うなちゃん、愛を求めてるんですよ。俺、愛を求めすぎて、愛のチームないのに入ろうとしてたのか。そうだ。いいじゃん、俺、愛。ラブ&ピースで生きていくわ。ほう、うなちゃんは愛ということだじゃん。っていうことはさ、フェスをしないってこと？はい。俺？愛なので。じゃあ、俺できないの、フェス。うなちゃんは不参加ですよ。まあ、ラブ&ピース。戦争しないってことだからな。
戦いはしない。争いは起きないってことです。今回休みか。休み。フェス休み。みゆうさん。はい。愛はやだ。いや、求めちゃってるから。いや、愛はやだ。いや、求めちゃってますよ。真実の愛を求めてんですから。真実の愛？はい。それは、それは何ですか？続き思いつかなかったんでしょうかちゃん。いや、まあ、うん。あ、まあ、うん。まあ、そう、まあ、なんでもいいですよ。もういや、今日終わるわ。今日、ごめん、終わるわ。はい。こんにちは。こんばんは。ついにですね、フェスの投票を、していきたいと思うんだけどさ。はい。もう決めたチーム？まだ迷ってますけど。やっぱり俺もね迷ってる。おお。ちょっと決められないな今回。ゼルダのコラボっていうからさ。はい。まあ、俺ゼルダやってきて結構ゼルダ好きなんだよ。はい。うん。でね個人的には、一番ゼルダが好きだから。はい。まあ、ゼルダって勇気じゃん。はいはいはい。主人公。勇気にも行きたいし、はい、個人的にはそのパワー、力ってのが筋トレとかするとさ気持ちいいじゃん、はい、力入れたいなとも思うし、はい、まあ、頭いい人かっこいいな、賢くスマートになりたいなって思うから、知恵もいいと思っちゃうんだ結局。あー、なるほどね。3つ全部で迷ってるのか。いや、そうなんだよね。決められなくない今回のって。なんか確かに難しいな。難しいけど、はい、どうした？決めた？いや、決めてないんですよ。いや、どうする？あーおーおー、みたいな、僕は動じないヒレオなので。いや、俺ってことは俺勇気がないってこと？いや、はい。でもね、今びっくりしちゃったもん俺。はい。でもね、ちゃん、僕ね、うん、筋トレしてもね、腹筋できないしね。ね、足し算できないしね。チームない。勇気と思ってジャンプしたらね、落っこっちゃってね。なんかドジ踏んじゃうから、僕3択で迷ってるんですよ。逆に全部ダメすぎて迷ってる。俺は、そういうことね。はい。まあでもここでビシッと決めようよ、一個。僕、どんくさいんですよ。俺は、ヒロさんは、どんくさいとは思わないけど。え、本当ですか？じゃ、一個言おう、自分で。何か。一個。せーので言おう、せーので。はい。選んで。一個ね。うん。行くよ。あれね、あれですよね。分かってますよ、僕、この流れは。行くよ。はい。行くよ。はい。せーの。おい。どうしよう。本日、多分、フェスの投票をしてもらったと思うんだけど、大丈夫そうですか？はい、大丈夫ですよ。僕、うなちゃんじゃないので。まあ、俺は今回、あれですね、力チームにするって言ったじゃん。はい。で、ひでおさんはさ、勇気にするって言ってなかったっけ？言いました、言いました。だよね。じゃあ、はい、ちょっと謝らなきゃいけないこともあるんだけどさ。ヒレオさんに。え、なんですか？いや、今回別でやろうかなと思って。一緒に、はい、なんかさ、真似してくるかなと思って、力って。はい。俺の真似して。まあ、ちょっと、はい、まあ、ちょっと謝らなきゃいけない。ヒレオさん。いや、ごめんね、俺ね、知恵にしました。
絶対にかぶらないように今回ね、知恵にしていただきました。どうも、知恵のうなちゃんです。どうした？いや、来ないでくださいよ。なんで？どうして？こっちに来ないでください。なんでどうしたんだよ。別々のチームになると思ってたのに。うん。なると思ってたのに。何やっちゃってくれちゃったんですか。は？どういうこと？え？シロ？え？もしかして？ヒロさん。はい。知恵？うなちゃん僕武器で見えてない。いや見えてないけど。それ知恵？はい、知恵ですけど。おい、なんで同じになってんだ、結局。うなちゃんが真似したんだろ。真似してないよ。だって今回、ひりおさんに真似されないように、あえて変えたんだよ。違う、僕はちゃんと考えたんですよ、お題を。おい、一緒になっちゃったじゃん。一緒、やだ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 。俺もやだよ、だって。ちょっとやだやだやだ、変えて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 、無理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 。そっちが変えてくださいよ。なんで同じにしないようにやったら同じ変わっちゃってんだよ、一緒。知らないですよ、そんなの。やだ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 、無理無理無理。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あっち行った、あっち行った。もう来た。あ、落ちちゃった。ヒルさん。はい。こんにちは。こんにちは。知恵だね、俺たち。はい、知恵ですけど。ね、今回はちょっと戦いたかった。ヒルさんと。だって、うなちゃんが変えちゃうからですよ。いや、ヒルさんも変えたでしょ？変えましたけど、でもそんな変えちゃったからですよ。俺やだ。戦いたい、ヒルさんと。たまには。で、戦いましょうよ、今から。今じゃないんだよ。違う、フェスでだよ、フェスで。今じゃない。今じゃないよ。だから、じゃあ一緒に戦えばいいじゃないですか。だから、仲間で戦うことやったじゃん。はい。敵として、俺たちは、切磋琢磨して、二人を高め合うんだよ、二人で。敵として切磋琢磨するんですか？そうだよ、一緒に。なんで？ラッパライバルって必要だろ、ライバル。俺のライバルはヒレオさんなんだよ。なんか今、ラッパライバルって聞こえた。言ってない、ライバルだよ。多分言ってない、多分言ってない。でもいいじゃないですか、今回は、そういうことで。変えたい。だってもう変えらんないですもん。変えたい、俺変えたい。変えたい、チーム変えたい。じゃあデータ削除してくればいいじゃないですか。重くね。重くね、それは。ゲームなくなるぞ、俺の。スプラ。はい。こんだけ頑張ってやってきたスプラトゥーンのデータなくなっちまうぞ。何？何それ？何？うなちゃん。ああ、何？うなちゃん、そもそも愛に投票すればよかったじゃないですか。あーい。なにこれ？わかんないこれ。僕はここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。助けて。